さん、お願いがあります。皆さんにはこれまでもたびたびご迷惑をおかけしましたが、さらにご迷惑をおかけしたいと思います。こうなったら書き捨てです。迷惑なんてそんな。急いである素材を取ってきてほしいんです。どうしてそんなに急いでいるのですか？すいません、依頼主との約束でまだ言えないんです。でもどうしても必要なものなんです。お願いします。わかった、できるだけ早く持ってくるよ。ありがとうございます。少しよろしいでしょうか？どうかなさいましたか？一度王に、いえ父に現在の情勢を報告したいのです。これまで旅したことで知り得た新しい情報も多々あります。国が恋しいというわけではないのです。魔物は確実に力をつけてきております。これからの戦いに備えて少しでも有益な情報を伝えられればと思いまして。勝手な申し出であることは重々承知しております。それでももしお許し願えるのであれば。それは正しい選択と言えますね。ですがこの場合、必ずしも正しい選択とは言えないかもしれませんが。俺もファズの意見に一票だな。いいんじゃないか？転送法人を使えばあっという間なんだし、たまには元気な姿を見せてやらないと。だろ？好きにしろ。わがままをお許しいただきありがとうございます。たまには親孝行もしないとな。親と子どちらも生きているうちにしかできないもんだ。いえ、そういうわけでは。ついでだよ、ついで。元気な顔を見せるだけでもいい。無理に気持ちを抑えつけることはないさ。な。はい。今日の夜、付き合ってもらえるかしら？満月にはまだ早いはずだ。理由なんてどうでもいいでしょ。今日の夜、付き合ってもらうわ。絶対に。覚悟はできているようね。いい心がけだけど、その時になって逃げ出さなければね。いいだろう。どこへ行けばいい？場所は。
もしかしたら来ないかとも思ったけど、早かったじゃない。武器を取りなさい。なぜだ。丸腰の相手と戦うつもりはないだけよ。俺にはお前と戦う理由はない。私にはある。さあ武器を取りなさい。その必要はない。好きにしろ。お前にはその権利がある。だったら死になさい。なんで避けないの。本当に死ねるなら俺はもう誰も傷つけたくはない。何よそれ。そんなの無理に決まってるでしょ。あの時あれだけの傷を負いながらあなたは死ななかった。イバの言った通り、あなたを殺すことはできない。だったら憎ませ続けてよ。憎悪の炎であなたを焼き殺せるくらい。私はもうこれ以上弱くなるわけにはいかないの。森人として強くなければいけないの。だからだから、俺にはかつて愛した人がいた。いや、いたのだと思う。よく覚えてはいないから、そうとしか言いようがない。彼女がなぜ命を落としたのかも覚えていない。だが俺はそのことで神に対して絶望したのだと思う。それでこの剣を手に取った。その結果がどうなるか知りもせず、よく考えもせずにな。あの時私をかばったのは、式で初めて相手の人を見たけれど、